地球の運命を左右するセルゲームまであと20分余り。セルは身じろぎもせずリングの中央に立っております。人類を滅ぼすという悪逆非道な宣言を行ったセルに対し、格闘技世界チャンピオンミスターサタンは、おお、ミスターサタンがやってきました。聞けい、セルとやら、俺にはとっくにバレてるんだぞ。都や軍隊を破壊したのは爆弾を使ったトリックだろう。だがそんな手はこの俺には通用しないんだ。なんだあのゴミは。ベジータめ、やはり証拠りもなくやってきたか。こいつは驚いた。まだ存在していたとは。しかも破壊したところが治っているじゃないか。あ、あいつら空を飛んできたような気が。トリックだな。なあ悟空、セルに勝てると思うか。さあな、やってみねえとわかんねえさ。見えてきたぞ。やっと来たようだな、孫悟空。集った最強戦士たち、セルゲームの幕開け。お揃いでようこそ。全員空を飛んできましたよね。流行っているようだな、あのトリック。16号、お前治ったんだな。礼を言いたかった。ありがとう、クリリン。そしてご飯。よかったですね、16号さん。お手げ、頑張ろうな。俺はお前を殺すために作られたんだ。そのことを忘れるな、孫悟空。くれえやつだな、こいつ。時間だ。ドイツからでもいい、さっさと出ろ。当然、格闘技世界チャンピオンの俺だ。あいつ、殺されっぞ。いいから、あいつの好きにやらせておけよ。殺されたって、あいつはドラゴンボールで生き返れるんだ。やれやれ、しょうがねえな。さあ、いよいよ地球の運命をかけた戦い、セルゲームが今始まりました。はあ、ドリャッ、ドリャッ、ドーハー。うるさい。リング外に落ちてしまった。サタン選手、負けてしまいました。さあ早くセルゲームを始めるぞ。ミスターサタン、なんで負けてしまったのですか。ああ、足を踏み外してしまっただけだ。ちょっと休憩したら本気でやってやる。あいつまだレベルの違いに気づいてないのか。バカの世界チャンピオンだ。ドイツからやるんだ。じゃあ、オラからやらしてもらおうかな。ほう。一番の楽しみは最後に取っておきたかったのだがな。来い。孫悟空、貴様と戦うのを楽しみにしている。うわ、どうかな。
ここまで先頭とやらを食うがいい孫悟空。あいつの言う通り、悟空さんに先頭をあげて全員でかかれば。黙ってろトランクス。貴様にはサイヤ人の誇りがないらしいな。そんな勝ち方をするぐらいならあいつは死を選んだ方がマシだと思うだろうぜ。しかしこのままではやられるだろうな。確実に頭に来るが認めてやる。俺はあれだけ特訓したがカカロットを超えられなかった。あの野郎は天才だ。だがセルはそんなカカロットをさらに上回ってやがるんだ。だったらどうしろと言うんですか。あいつが何か作戦でも考えていることを期待するんだ。どうした。私はめった。高三だ。おめえの強さよーくわかった。何？降参？何を考えているんだあいつは。孫悟空、その言葉の意味することがわかるか。セルゲームで戦う者がいなくなれば、この地球の人間どもは一人残らず死ぬことになるんだぞ。勘違いすんな。戦うやつがいなくなったわけじゃねえだろ。次に戦うやつをオラが。貴様本当に降参する気か。今度の試合で多分セルゲームはそいつが負ければもうおめえに勝てるやつはいねえから。だがオラさっきおめえと戦ってみてやっぱそいつなら。何だからオラすぐいいだろう。では聞こうか。次にセルと戦うやつは セルに勝てるやつはそいつしかいない。お父さん。
おめえの出番だぞ。あ、なに？え？なんだと？やれるな、ごはん。僕がセルト？無茶を言うな。戦えるわけないだろう。相手は貴様でもかなわなかった。ごはんはオラたちの思ってる以上に信じらんねえような力を持ってる。精神と時の部屋の修行で眠っていた力が解放され始めたの。さっきの父さんとセルトの戦い、すごすぎてついていけねえと思ったか？思わなかった。だって二人とも思いっきり戦ってなかったんでしょ？セルは知らんが、父さんは思いっきりやってたさ。だが、おめえには手を抜いてるように感じたんだろ？そうなのか、ごはん。はい。あれ、ごはん。平和な世の中、取り消してやるんだ。わかりました。僕がセルと戦う。はっ！孫悟飯、貴様が相手とはな。あれがご飯か、あのおとなしいご飯か。あのガキ、どうやってあれほどの巨大な戦闘力を。そんなバカな。孫悟空の言ったこともまんざらはったりばかりではなかったらしい。だがこの私に勝てるというのはいささか言い過ぎだったようだな。僕が相手だ。ちょっとやりすぎだ。油断した。セルの動きは、いやー、アセコ、生きなガキだ。本当にハッタリではないようだ。まだやるのか。ありだ。マセンコ。まさかこの私に勝つつもりか。いやー！
しが本気を出してやるか。やっぱり無駄だよ。こいつは驚いた。ことのほかタフじゃないか。もうやめようよ。僕は本当は戦いたくないんだ。殺したくないんだよ。たとえお前みたいにひどいやつでも。何を言い出すかと思えば、貴様にはこの私を殺すことはできん。僕は昔から怒りでカッとなると、とんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。だからきっとお父さんはそいつを計算してセルを倒せるのは僕だけだって言ったんだ。そんな話を聞いておじけづくとでも思ったのか。それどころか私はどうしても貴様を怒らせたくなった。さあどうした、痛いだろう、怒れ。嫌だろう、このまま死ぬのは。そう、俺はご飯に加勢するぞ。待てピッコロ、ご飯が怒るのを待つんだ。セルを倒すには怒りで真の力を解放したご飯に期待するしかねえんだ。そう、貴様は間違っている。ご飯は貴様のように戦いは好きじゃないんだ。今ご飯が何を思っているかわかるか。怒りなんかじゃない。なぜお父さんは僕が死にそうなのに助けてくれないんだろうと。忘れるな、実力はナンバーワンになってもあいつはまだ子供だ。あ、クリリン、オラに先祖クリ。50のやつだ。どうやら自分の痛みだけでは怒りが湧いてこんらしいな。ではお前の仲間たちに相談してみることにするか。な、何をするつもりだ。何でもするさ、貴様が怒って真の力とやらを発揮するならな。お前たちを巻き込んですまない。俺はセルと共に自爆する。いくら貴様でもこれだけ密着していれば粉々になる。けっ、なぜ爆発しない。16号、自爆はできない。カプセルコーポレーションでお前を修理してた時、は、博士がお前の体にとんでもねえ爆弾が隠されてるのを発見してさ、物騒だったんで取り除いたって言ってた。残念だったな、16号。今度は貴様たちの番だ。なんだ、あれは。さあ行け、セルジュニアたちを、孫悟空たちを痛めつけてやれ。気をつけろ、恐ろしく強えぞ、こいつら。
るしかない。セルジュニアたち、お遊びはそこまでだ。やれ、殺してしまえ。みんな殺されてしまう。本当に僕にすごい力が隠されているのなら、その力を出したい。だけど、どう起こったらその力が出せるのかわからないんだ。どうなってるんだ。さすがにこれは やばい。今のうちに引き上げよう。
待て。引き上げる前に俺をあの子供のところに持って行ってくれ。頼む。地球のためだ。冗談じゃない。あの子供のすぐそばにはセルがいるんだぞ。お前も少しは役に立ちたいだろう。格闘技の世界チャンピオンらしいから。ミスターサタンは人間のチャンピオンなんだ。お前たち化け物どもの戦いには、もう付き合えん。よし、やってやる。ミスターサタン、やめた方がいい。殺されますぞ。やかましい。名前も知らない奴らが戦っているんだ。チャンピオンがこのまま逃げたんじゃいい笑いもんだぜ。近くまで持っていけばいいだけだろう。ああ、すまん。やっぱしちょっと怖い。近くまで行ったら放り投げてくれればいい。あ、そう?行くぞ。さあ。16号。孫悟飯、正しいことのためにと戦うことは罪ではない。精神を怒りのまま自由に解放してやれ。気持ちはわかるが、もう我慢することはない。俺の好きだった自然や動物たちを、守ってやってくれ。頼んだぞ。余計なお世話だ。出来損ないめ。この私を倒せると思っているんじゃないだろうな。倒せるさ、セル。お前はな、大きく出たな。では見せてやるぞ、このセルの真のパワーを。それがどうした。Hit!
くれ。全体じゃなくなった。ち、つまらない。それじゃお前も、もう終わりだな。許さない。何だと自爆。そうはさせるか。